7日、バージニア州ハノーバー郡で、7日間の戦いの3つ目の戦いとして起こった戦闘である。南軍のロバート・イーリー将軍は、チカホミニー側の北、ボースン湿地の背後に、強固な防御線を敷いた、北軍フィッツジョン・ポーター准将の第5軍団に対する攻撃を再開した。白母頃、南軍はついに共同攻撃をかけ、ポーターの前線を突破しその兵士たちを川の方向に追い込んだ。北軍は夜の間に川を越えて撤退した。ゲインズミルでの敗北により、北軍ポトマック軍の指揮官、ジョージ・マクレラニ少将は、リッチモンドに向けての前進を中止し、ジェームズ川まで引き返し始める決断をした。この戦いで1862年の南軍にとって、リッチモンドが救われた。この戦いは1864年のコールドハーバーの戦いとほぼ同じ場所で起こり、同じくらい大きな総損失を出させた。マクレランのポトマック軍はアメリカ連合国の首都リッチモンドまで数マイルまで迫り、1862年5月遅くに行われたセブンパインズの戦い後立ち往生していた。6月25日にオークグラブの小さな戦いにおける北軍の攻撃で7日間の戦いは始まったが、最初の大きな戦闘は、翌日リーがビーバーダム、クリークの戦いで、マクレラン軍に対する大規模攻撃をかけた時に始まった。リーが、チカホミニー川北にいたポーターの第5軍団を攻撃する一方で、北軍の大半はあまり抵抗のない川の南岸にいた。翌朝までに、ポーター軍団はその前線を壊して、川の北で東西に突出した形となり、他の4個軍団は、南岸の当初の位置に止まったままで、全体に、半円状に結集した。ポーターはマクレランから、軍隊の補給基地をジェームズ川に変えられるように、いかなる犠牲を払ってもゲインズミルを、死守するよう命令を受けていた。マクレランの部下たち幾人かが南岸で、南軍ジョン・ B ・マグルーダー少将の師団を攻撃するよう進めたが、マクレランは、自軍の前の敵軍が勢力で勝っていると、信じ込まされており、実際にははるかに勝っていた G 軍を利用することを拒否した。6月27日、リーはその攻勢を続け、6個師団約5万7,000名という、この戦争の南軍としては、最大の攻撃を仕掛けた。AP ヒル少将が早朝にビーバーダムクリークを越えて攻撃を再開したが、防御線は守りが軽いことを見つけた。東に進んでゲインズミルに近づくと、マクシー・グレッグ准将が指揮する、その先導旅団は、第9マサチューセッツ風評連隊による激しい抵抗で止められた。午後早くまでに、ヒル隊は、ポーター軍団の強い抵抗にあって、ボースンクリークに沿って廃陣したが、湿地の多い地勢が攻撃の大きな妨げだった。グレッグ、ドーシー・ペンダー、ジョセフ・R・アンダーソン及びローレンス・オブライアン・ブランチ、各准将の旅団による攻撃もほとんど進展はなかった。ジェームズ・ロングストリート少将の部隊が、ヒル隊の南に到着したが、そのような地形で攻撃する難しさを見て取り、ストーンウォール・ジャクソン少将の部隊が、ヒル隊の左翼で攻撃できるようになるまで攻撃を遅らせた。7日間の戦い、1862年6月26日から6月27日、しかし、7日間の戦いで2度目となるジャクソン隊の遅れが発生した。D.H. ヒル少将が、北軍の右手を攻撃し、ジョージ・サイクス准将の師団に抑えられた。ヒルも、ジャクソンの到着を待つために後退した。ロングストリートは、ジャクソン隊が到着し北から攻撃するまで前線を安定させるために、陽動攻撃を行うよう命令された。ロングストリートの攻撃では、ジョージ・ピケット准将の旅団が、正面攻撃を試み、激しい砲火にあって、大きな損失を出し撃退された。午後3時にジャクソン隊がやっと D.H. ヒルの陣地まで到着したが、1日の掴みどころのない行軍と反転で完全に混乱していた。ジャクソンはロングストリートの攻撃が進行中だと思い、同士討ちを避けるために自隊とヒル隊の発砲を止めさせた。ジャクソンはリーからの伝言を受け取った午後4時半に攻撃を始めた。ポーターの戦線はヘンリー・ W ・スローカムの師団がその防御を支える陣地に動くことで救われた。日没後間もなく、南軍は再度攻撃をかけ、連携がお粗末であったのに今度は、北軍の戦列を崩壊させた。ジョン・ベルフッド准将のテキサス旅団が、ピケット旅団がその日2回目の攻撃でやろうとして、未完に終わった、北軍戦列に間隙を作ることを成し遂げた。トマス・ミーガーとウィリアム・ H ・フレンチ各准将の旅団が、到着したが遅きに失し、退却する。ポーター軍団の後衛を務めたに過ぎなかった。チャールズ・ J ・ホワイティング大尉の第5アメリカ騎兵隊の1個大隊が大きな損失を受け降伏を強いられた。6月28日午前4時までに、ポーターはチカホミニー川を越えて撤退し、その後で橋を焼いた。この2日目に、マグルーダー隊は川の南で小さな陽動攻撃を続けることで、マクレラン軍を騙し続けることができた。北岸で激しい戦闘が起こっている間も6万名の北軍を動けなくしていた。ゲインズミルの戦いは激しい戦闘であり、7日間の戦いの中でも最大となり、半島方面作戦の中で唯一はっきりとした南軍の戦術的勝利となった。北軍の損失は投入兵力 34,214 名のうち、6,837 名となった。南軍は投入兵力 57,018 のうち損失 7,993 名となった。南軍の攻撃が北軍のほんの一部に対して行われたので、南軍は全体に比較的良い形で戦闘を遂行できた。リーとしてはこの戦争で初めての勝利であったが、ストーンウォール、ジャクソンの事故がなければ、もっと完璧に勝っていたことだろう。歴史家のスティーブン・ W ・シアーズは、ジャクソンの方向を誤った行軍やその参謀のお粗末な行動もあったが、リーが午後7時にかけさせた主攻撃が、あと3、4時間早く起こっていればと仮説を立てた。そうすれば、最後の瞬間の補強や闇の訪れもなく、ポーター軍団はかなり危険な状態になったはずだった。南軍の著名な砲兵士官で戦後歴史家になったエドワード・ポーター・アレクサンダーが、ジャクソンが到着してすぐ、あるいは AP ヒルの攻撃中に攻撃しておれば、我々は比較的容易に勝利したことだろう。さらにポーターの部隊の大半を捕獲できたことだろう。という発言を引用した。しかし、マクレランはすでにその補給基地をジェームズ川に移すことを考えていたが、この敗北で狼狽し、大慌てで、リッチモンドへの前進を中止し、全軍をジェームズ川に撤退させた。ゲインズミルの戦いとチカホミニー川を越えての北軍の撤退は、南軍の心理的勝利となり、リッチモンドの危機は去った。ありがとうございます。